こんにちは、エピトチックホビーズです。お待たせしました。4つ目の動画になります。今回は組み立て編を、収録していこうと思います、使用している接着剤は基本的にはダイソーの瞬間接着剤を使用しています。ジェルタイプのものと強力プチッとミニという3つつながっている接着剤を僕はよく使っています。3S と比べると、粘度がちょっと高めなので、あの接着した後に他の場所に流れていったりしないので結構使いやすい接着剤になっていると思います。もともと結構ダボと、軸が結構しっかりと径が合っているので、軸打ちをしなくても結構いい強度が得られると判断したので、僕は軸打ちをせずにそのまま接着しています。で、軸打ちのメリットはやっぱり強度が得られるところだと思うんですけど、一度修理を依頼されたことがありまして、その時に軸打ちの箇所で折れているともう修理ができなくなってしまうので、僕は基本的には絶対に強度が必要な部分以外は、軸打ちをせずに組み立てています。で、ちなみにこれはそのままパチパチ組んでるように見えますけど、あらかじめ一度塗装してない状態で仮組みをしてパーツがしっかり合うかどうかはチェックしています。あとは接着するときには瞬間接着剤の専用硬化促進剤を使うことをお勧めします。じゃないと接着にかなり時間がかかってしまうのと強度が得られにくいので、なるべくというかクイックプライマースプレーはなるべく使うようにしましょう。これが腕の接続ですね。切れちゃっててすみません、見にくいっすね。で、これは花のブーケのパーツになります。で、持たせるとこんな感じ。持たせるのに手の中にブーケの軸を通す必要があるので、ここはちょっとだけ苦労しました。頭がつくとだいぶ形になってきた感じがしますね。で、ここからは髪の毛のパーツになります。軸打ちをするときは大体は例えばジャンプして片足立ちをしているフィギュアの足元のパーツだったり、あとは表情の差し替えパーツがある時なんかの差し替えギミックが必要な時は軸を打っています。この接着剤で流し込んでいってますね。もうそろそろ完成になります。で、そう、仮組みの時はびっちり合っていても塗料がつくと塗料の分少しパーツが太くなるので、組み立てる前に一度組み付ける場所にパーツをあてがってみて、
ちゃんとパーツが合うかどうかの、組み合チェックをしましょう。前髪がつくと一気に仕上がった感が出てきますよね。あとは小さい小物類になります。これ髪飾りですね。このバラの花びらの造形なんかすごい綺麗ですよね。でただ申し訳ないんですけど、完成するところの動画が撮れてませんでした。なのでいきなり完成の写真になってしまいます。ごめんなさい。これで完成。クレアモードさんの麻藤さくらウェディングドレスバージョンです。初めてクレアモードさんのガレージキットを制作したんですけど、とても作りやすくて、完成した後の精密さも含めてとてもいいキットだなと思いました。制作時間はおよそ10時間から12時間ぐらいで、乾燥時間は除いてそれぐらいです。難易度でいうと10段階中4点でぐらいかなって感じですね。気泡も少なくて、パーツ同士の噛み合いもしっかりしているので、修正もほとんど行わずに組み立てることができました。ガンプラを合わせ目処理だったり引け処理だったり、エアブラシでしっかり塗装ができる人であれば十分綺麗に作ることができると思います。目のデカールシートがついてくるので、目のペイントが苦手な人にもおすすめできると思います。それでは大きさの比較です。並べているのは HG のサンダーボルト版ザクワン、 HG のキットの2倍ぐらいの大きさになります。 UCC の缶コーヒーのカンカンと比べるとこんな感じ。しっかりと存在感もあって迫力のあるキットになっていると思います。それでは回転させて各部を見ていきましょう。まずは頭。紙パーツは動画でも紹介した通り、ピンクで立ち上げてパープルのグラデーション塗装、一番明るい部分は白色で塗装してあるので、光が当たってキューティクルが輝いているような表現がされています。肌もチークやリップを再現していて、血色の良い仕上がりになりました。髪飾りは桜のモチーフで枝がついたようなカチューシャがついています。ブーケの花びらは一つ一つの花弁がしっかり作られているので、プライズフィギュアにはないようなガレージキットならではの密度感があると思います。服のパーツも風になびいている造形がスカートにしっかりと施されているので躍動感があります。塗装に関してはピンク系のパールをクリアに使用しているので、光が当たるとキラキラと輝いて非常に美しい仕上がりになっています。肌のパーツも丁寧にグラデーションを塗装して、最終的に艶消しで仕上げてみたので、いい感じに陰影感を出してくれていると思います。初めての動画制作で見にくいところも多々あったかと思いますが、4本になる動画を最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。チャンネル登録をしてくださった方や Twitter でリプライをくださったクレアモードさんにも厚く感謝申し上げます。今後も、動画の制作やガレージキットの制作を続けていく予定ですので、またよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。